今日の国会でデジタル監視法案が可決成立いたしました。で、私たちは以前から山本太郎さんのブログなんかでもスーパー指示についてのとてもよくまとまったブログがあって、とても参考にさせていただいて運動を進めてるんですが、ぜひこの成立、可決成立されたデジタル監視法案についてのお考えというか問題点とかをお話しくださるといいですが。デジタル庁法案、デジタル関連法案、今日可決したというお話ですか。ありがとうございます。で、それについてどのように考えるかってことなんですけど、社会のデジタル化っていうのはおそらく不可避ですね。避けては通れない、そう思ってますけれども、そこに対してはやはり人々の、それに対する理解であったりとか、人々との話し合いというものは非常に重要になってくるだろうって思うんですね。どうしてか。だってあなたの内面まで見られてしまうほどの可能性もそこには存在してるからなんですよね。要はデジタルってどんどん深まっていったら何かって言ったら、個人の監視というような内容にまでやはり、近寄ってしまうってことですね。デジタル化していくイコールそういうような状況になっていくだろうと。で、私が一番心配しているのは、現在の国がデジタル化を進めたいということに関してその真意は何かということを考えたときに、私はより便利な社会を作ろうの方向ではなくて、人々の情報を吸い上げた上でそれを企業側に利活用させようという気持ちが一番大きな柱なんだろうと。そしてもう一つは国民に対しての監視を強めるという、この大きな二本柱が彼らの本来の気持ちなんだろうなっていうふうに思うんです。で、例えばですけれども、もう皆さんの中では当たり前の話ですけれども、イギリスの週刊誌のザ・エコノミスト2017年の5月号の表紙ですね。何かっていうと、要はこう会場にこういうような、出しみたいなものを出して、要は石油を掘ってるみたいな話ですね、これね。何を表してるかって言ったら、 Google とか Amazon とかですね、 Microsoft とか Facebook とかっていうものが海底の油田からこうオイルを掘削してるような話なんですけども、何が書かれてるか。世界で最も価値のある資源、それはもはや石油ではなくデータである。これも当然の話ですよね。はい。そういう社説を掲げて Google など巨大 IT 企業がデータを掘削するイメージを表紙に掲げた特集記事を掲載してたってことなんですけど、はい。もうこのデータに関してどんどん吸い上げていくぞ、で利活用させていくぞっていう話に関しては、もう安倍政権時代からずっとあったことですよね。はい。で、ダボス会議、安倍さんがダボス会議2019年の1月に行った時にも、データ流通の国際ルールを提唱している。 G20 議長として招かれた首相は、今後何十年も成長をもたらすのはデジタルデータだと述べ、医療産業など有益な匿名データは国境をまたいで自由に行き来させなければならないということを強調してたってことなんですけれども、で、ちなみになんですけれども、結局ですね、これ何かしたら、これまでこの何年もの間、安倍政権だけ区切ってみてもいいですよ、その前からでもいいですけど、誰のための政治をずっと行い続けてきてるかってことを考えていただきたいんです。デジタル化を進めていきながらより便利な社会を目指していくんだっていうようなことは多分表っ面なんですよね。実際にやろうとしていることは何かって言ったら、一人一人の情報を集積していきながら企業が利活用していくってことをどこまで広げていくか。これマイナンバーも一緒です。マイナンバーカード自体ね、持ってる人たち非常に数少ないじゃないですか。でもこのカードを持たせようということで、どんどんこの、カードに付随するサービスを広げていってる。例えば保険証と一体化とか、免許証と一体化とか、最終的にはクレジットカードと一体化とか、分かんないですよ、そういうところまで広げていく。それがなければ生活ができないという状態にさせておきながら、おそらく皆さんの情報をどんどん吸い上げるってことをこの先も進めていくんだろうというふうに私は考えてます。ありがとう。で、安倍政権が出来上がった時にこういうこと言ったんですよね。世界で一番企業が活躍しやすい国を目指しますってことです。もうこれ全てなんですよ。2013年の施政方針演説で言われていたこと、これ非常に危険だなと思います。どうしてか。このデータに関してはあなたのプライバシーも含まれてるわけですよね。これが他者の手に渡ってしまう。で、それが
おそらくいろんなところが加工されていたとしても、いろんな情報を寄せ集めてしまえば、それが誰なのかということまで浮かび上がってしまうというようなことも可能なんですよね。でそれに対して国内において非常に厳しい規制を用いてるかっていうと用いてませんよ。これ例えばですけども、個人情報保護委員会みたいなものありますけど、でもこれがちゃんと機能するかっていったら機能しないでしょ。例えば海外だったら、そのデータを扱われた人たち、なんだろうな、自分のデータの扱われ方が不本意ですっていう人たちに対して、代わりに個人情報保護委員会的なところがこう裁判を起こすような提訴をするみたいなことも可能になるって話を聞いたことがあるんですけど、日本ではそのような仕組みになってませんよね。一人一人の情報を守るということをまず考えた上で、まず何でもいいからデジタルをやっていくんだっていう入り口ではなく、どうやったらみんなの情報を守れるかなというところが出発点でないと、なかなかこういったことには、なんだろうな、賛成しづらい。65本もの法律を5本ぐらいにまとめちゃったんでしたっけ。そんな話ですよね。でしかもすごく審議時間短い。そこに対してどういうマイナス部分があるかっていうことに対しては、ほとんど論点しっかりと、なんだろうな、国会の中で議論されてるかっつったら、私はそうではないだろうなと思います。2段階なんですよ、全て2段階。今回は基本法ですからね、基本的なことだけ、枠組みだけ、骨組みだけ決めるだけです。次の段階でしっかり決めていきますよっていうことを話す。これってカジノの時も一緒なんですよ。これは基本的なことですから、何を質問したとしても、今回の基本法が通った後に全てしっかりと話し合いをしていきたいと思いますっていう立て付けなんです。2段階。どうしてか、1段階目さえ通過すれば、2段階目はもう多くの人たちが興味失うからなんです。既成事実作っちゃうってこと。そういうことが繰り返し詐欺的に行われているような国において、人々と政治に対して、人々が政治に対して、これ信頼ないですよね。私は政治に対してもうとてつもないほどの信頼を寄せてるんだって方、どれぐらいいらっしゃいます？いらっしゃっていいんですよ。私は政治を信じてる。なかなか誰も手が上がれへんっていう手が上げるのがめんどくさい人もいるでしょうけど、まあ政治に対して信頼ないですわね。どう考えても信頼できない人間に対して個人情報の扱いまで任せるかって言ったら、そうはいかないですよ、さすがに。そう思います。はい。なのでこういったことは、まず一つ言えることは何かさ、あまりにも拙速、大量の法案を、60本以上の法案を5本にまとめて短い期間の間あっという間に通してしまうっていうのは、まさに火事場泥棒だと。そりゃそうですよ。あなたの個人情報がしっかりと守られるっていうことも担保されないうちにそんなこと決められるんですから、このコロナ禍にどさくさに紛れての火事場狙いです。他にもいっぱいやられてますよ。汚染水流すってこと決めたりとか、憲法改正について一コマ進めたりとか、中小企業の淘汰に向けていろんな法律通そうとしてたりとか、このコロナっていう火事場を利用しながらいろんなことを進めていくというぬすっとの作業の一つが、私はデジタル法だろうというふうに思ってます。すいません、細かいところ内容はあるんですけど、そこ入っていくとちょっと時間かかっちゃうんで、すいません。今日可決成立したのは委員会での可決成立でした。本会議ではありませんので、ごめんなさい、勘違いしました。とんでもないです。委員会通っちゃったらもうあとは一緒なんですね、はっきり言っちゃうと。法案ってそれぞれの関連する、委員会で審議がなされ、そこで採決がなされます。その後によくテレビとかに出てる大勢の国会議員が集まっている大ホールみたいなところでやってるやつですね、あれが本会議場。だから2段階で採決をする形になってるんですけど、圧倒的少数派の野党からしてみれば、委員会通されちゃった場合にはもうその後は戦いようがない、はっきり言っちゃえば。まあ本当にこのこと心配してるんだったら牛歩でもやればいいんですけどね。でも牛歩やったらバカにされますから。私一人やったことありますけれど、バカが目立ちたいだけだろっていうふうに言われるっていうね、そういう意味で泥臭い戦い方っていうのは今あんまり支持されてないように感じてるのかもしれません。でも徹底的にこの法律がやばいと思う、法案がやばいっていうんだったら、体張ってでも止める、委員会を体で止めるしかないんですよ、やりようが。いろんなとんでもない法案他にも取ってますからね。人々がそれに注目するっていうタイミングを持ってもらうためには、やっぱり注目を集めるための何かをしないと、そのまま普通に
着々と進んでいくだけですから、いやちょっと抗ってほしいな、徹底的にとは思うんですけれども、すいません、ありがとうございます。